牛べらの先を器の中心に向け、完全な円形にすることが大切である。色鍋島の高台鉢は緩やかな内外の曲線と独特の高台のあたりに安定した気品がなければならない。素焼きが終わると下絵付けに進む。絵模様を柔らかい桐や柳の墨で描き込んで軽くこすると細かい線までふんわりと乗る。下絵の線描きには自然な筆の勢いが見られる。伸び伸びした下絵の模様はこうして生まれる。この裏の染め付けの模様も色鍋島の特色である。あの特徴的な高台の串目模様もまず線描きで決める。筆の根元を指で軽く押さえて含ませた下絵の具を押すようにして線描きの中を塗り、濃淡の調子を出す。これをダムという。染め付けの字に白く字紋を抜くには墨弾きの技法を用いる。上等の濃い墨で白抜きする模様を描いていく。色鍋島の伝統的な地肌の美しさは椅子梅釉でなくてはできない。このおばあさんは15、6の娘の頃から70の坂を越した今日までダミ筆と生涯を共にしてきた。江戸時代の職人技術が道具と共にそのまま伝わり、おばあさんにはその道具がもう自分の手の一部になってしまっている。色鍋島の精巧さは汎用時代以来統一性のある厳しい分業方式によって保たれてきた。手技につながる技術は一度耐えるともう二度と帰ってこない。職人たちはそういう技術を守って昔の形や模様を手掛ける一方、伝統技術を今の生活に合った形やデザインの作品に積極的に生かすことによって後世に伝えたいと願っている。